はいどうもこんにちは、ササイアンです。今日もニュースをつついていきましょう。今回ねご紹介する記事はちょっとね12月の記事で古いんですけれども、韓国人っていうずっと大くくりになりすぎか、でもね少なくても韓国政府や韓国の企業のこのねへんてこなメンタルの部分を映し出している記事がありましたんで、それをご紹介します。見出しがですね、イラン企業を甘く見て国際訴訟で完敗した韓国政府ということで、またまたのっぴきならない見出しタイトルになっておりますけどもね、じゃあ本文を読んでいきましょう。韓国政府が昨年6月にイランのダヤニ族との投資家国際間訴訟ISD で敗訴したことを受け、英国の高裁に、これは高等裁判所のことですね、英国の高等裁判所に反転取り消しを求めた訴訟で韓国政府が再び敗訴した。これにより韓国政府は昨年の判決に従い、2010年の韓国資産管理公社カムコなどの債権団からデュエレクトロニクスを売却する過程でダヤニー族から没収した契約金に利子を上乗せして総額730億ウォン、これは日本円に直して69億円ですね、これを支払わなければならない立場となった。 ISD は投資先の国の政府による過失で被害を受けた企業が起こす国際訴訟だ。韓国政府を相手取った ISD で判決が確定したのは今回が初めてだ。まあこれはね、要するにイランの、まあ王族なんだか資産家なんだかわからないんですけれども、その人たちが韓国のデュエレクトロニクスを買収しようとしたんですね。で、そこでちょっと問題トラブルが発生しまして、結局、買収は失敗に終わったんですよね。だけれども、イラン側としてはもうお金を払ってしまっている案件なんですよね。で、そのお金を返してくれっていうのを、いやいやいや、ちょっと待ってくれ。そういう簡単に返すわけにはいかないぜ。トラブルを全部解決してからお金を返すのはっていう。まあ、こんな感じでお金がですね、韓国の国内の中に留まっていたと。で、この話の詳しい説明はもうちょっとね、下の方に記事で載っていますので、またこのまま読み続けていきますよ。ローンスター、エリオットなど海外のファンドが韓国政府を相手取り起こした数兆ウォン規模に上る訴訟も続く中、ソウル大のアン・ドック教授は国内で通用する慣行や政策が国際規範に反することもあり得るという点を政府はしっかり認識できずに、あまりに安易な対応を取った結果と見られると指摘した。え？今更ですか？日本に対してはね、韓国って国内法をね、バンバン振りかざしてね、いや、日本の言ってることは間違いだ、日本の言ってることは間違いだ、なんて言っておきながら、ソウル大のこのアンドック教授に言わせれば、韓国の国内法が、国際法と照らし合わせた場合に、それに反してる可能性があり得ると。このソウル大のアンドック教授ってのはね、世界に対してのダブルスタンダードが、まあ、世界には通用しないかもしれないけども、日本には通用するかもしれませんよ、なんていうふうに言ってるんでしょうかね。この口にね、ホチキス止めてあげたいよ、お前の唇は、っていう感じなんですが、続きを読んでいきましょう。イラン企業との訴訟は完敗。今回の訴訟は通貨危機以降解体されたデュグループの系列企業、デュエレクトロニクスを売却する過程をめぐるものだ。債権団は2010年、イラン最大の家電メーカーであるエンテックハブインダストリアルグループをデュエレクトロニクスのこの売却先として優先交渉対象者と選び、578億ウォンの契約金を受け取った。日本円換算で当時のレートで55億円とかね、それぐらいのもんだったと思いますよ。そのお金を一旦韓国側は受け取ったということなんですね。しかし、エンテックハブが債権団に買収価格を当初の契約よりも1500億ウォン引き下げるよう要求したことから問題が生じた。ん？なんかおかしいな。さっきの売却額が578億ウォンでしょ？で、この買収価格の当初よりも、この値引きした、ね、引き下げ要求というのが1500億ウォンでしょ？全然価格が逆転してるじゃんね。多分これね、15億ウォンぐらいなんじゃないのかな？よくわかんないんだけどさ。まあいいや。エンテックハブが契約を履行しなかったことから、債権団は契約を破棄し、契約金を没収した。ダヤニーの債権団は契約破棄は違法だとして、韓国の裁判所に提訴したが、主張が認められなかったため、15年9月に国連傘下の国際商取引法委員会、仲裁判定部に ISD を起こした。つまり訴訟を起こしたということですね。で、仲裁判定部の判断は韓国の裁判所とは異なった。韓国政府がエンテックハブの契約を破棄し、契約金を没収したのは、韓国とイランの投資者を同等に扱わなければならないとする、韓国イラン投資協定、BIT に反するという理由だった。は？なんかよくわかんないですけどね。ちょっとね、続いて読んでいきましょうか。
昨年6月に判定部が韓国政府に対し、ダヤニー一族に730億ウォンを賠償するよう求める判決を下すと、韓国政府は判決の取り消しを求める訴訟を英国の高等裁判所に起こしたが、今回敗訴したと。おしまい。これね、最後にも出てきましたけどもね、その韓国の裁判所のそのね、判定理由っていうのが、イランと韓国のその投資家を同等に扱わなければいけない。だから、イランからいただいたね、契約金、それはイランに返さなくていいとかって、言ってる意味が全然わかんないよね。これがね、韓国政府だとか、韓国企業だとか、韓国のね、司法の、このよくわからないメンタルですよね。だって、そのね、デウエレクトロニクスの買収を結局ね、ご破産にしたわけじゃないですか。ご破産にしたんだから、ご破産になった時点でそのお金を返せばいいだけでしょ？こんなの世界の常識じゃんね。取引が成立しなかったんだから、払ったお金を返してくださいって。これおそらくは、これデウエレクトロニクスってデウグループじゃないですか。デウ造船とかね。まあ韓国の昔の財閥ですよ。そのエレクトロニクス企業が、買収されようとして失敗して、それで最終的にどうなったかはわからないんだけれども、まあ要は、韓国のね、企業家の顔にこう泥を塗らってしまったと。だからちょっととっちめてやろうなんていうね、そういうね、変な下心があって、それでね、返すべきものをもうちょっとね、保留しとこうぜ、あいつらさって。こんな嫌がらせ風情が働いたんだろうと思いますよ。と、まあこんな感じで ISD 訴訟を起こされて、そして、イギリスの高等裁判所で一応ね、判定が出たと。なので、いろんな思惑があるにせよ、一旦韓国は、イランに対してそのね、預かってるお金に利息をつけてお返ししなきゃいけなくなったわけです。で、このことに実はですね、韓国自体は納得してるんですよね。まあまあ返してくれっていう形、国際裁判所からね、判定が出たんだから返さざるを得ませんよねと。ところが今やばい事情があって返せなくなってるんですよ。それは何がやばいのかっていうと、相手がイランだからですよ。今ニュースで戦争になるんじゃないかっていうふうにドギマキしてる方もいらっしゃるでしょ。アメリカがイランと今バチバチにやっていて、それでアメリカが金融制裁で、で、そのイランへのね、お金の送金というのを閉じさせてるんですよ。だからイラン側から返せ返せって言われていて、で韓国もまあ渋々だけど返しますよって言ってるんだけども、返す手段がなくなっちゃってるのね。なんでだって返してしまって、お金を返すってことはお金を送金するってことじゃない。まとまった金額をイランに送金しようとすると、簡単にこうやって持ち運んでいくわけにはいかないでしょ。だから、銀行と銀行を介してね、それで要は国際送金を仕掛けようと思ってるんだけど、その国際送金をアメリカがダメだって言ってるってことなのね。仕方がないからっていうんで、今ね、韓国って本当にちょっとお花畑なんだよね。韓国がギャラクシーだとかね、韓国のエレクトロニクスとか、まあ、電子部品を買えと。場合によっては部品を輸出してもいいよ。みたいなことをやろうとしたんだけども、それもアメリカにダメって言われたんで、それは、国際送金と大して変わらないんだからダメですよっていうふうにアメリカから言われてると。じゃあ仕方がないっていうことで、その国際送金のこのルートをね、中国を返してやってみたらどうかと。韓国ウォンを、一回元に変えて、で、元から今度イランのね、現地の通貨に変えようと。こういう迂回ルートで、送金をかけようと思ったんだけど、それにも失敗した。まあそりゃそうですよね。だって中国とアメリカも今貿易でバチバチやってるわけでしょ。そんなのに、その中国がね、イランの手助けをするようなことをやってしまったら、もっとアメリカと仲悪くないじゃないですか。できれば穏便に済ませたいのに、ね、韓国がね、すいませんけども、イランの送金ができないんで、中国からやってもらえませんかなんて、だってね、習近平がうんって言うわけないじゃん。で、この問題を解決するためには、あとね、二つ通貨が残ってるんですよ。一つはユーロね。ウォンを、一回ユーロに変えて、そんでユーロから今度イランの方に送金をかけると。でもおそらく、ヨーロッパもどちらかというとね、イランとアメリカ、まあイスラエルとイランと言ってもいいかもしれないですけどね、その代理戦争じゃないですか。そういう宗教的な背景を見た場合に、その EU、ヨーロッパの連中が、イランに手助けするとは思えないのよね。残る通貨はただ一つ、日本円です。で、なんで、ヨーロッパのユーロと、それから日本円、それから中国の元ですけども、これが、国際間ね、送金の、要は橋渡しになれるのかっていうと、それは日本円が、ハードカレンシーっていうね、世界の基軸通貨だからですよね。基軸通貨っていうのは世界に通用していて、それからね、流通量が多いもんですから、国際間決算の通貨として利用できる大変便利な通貨なんですよ。皆さん日本にいるからよくわかんないんでしょうけど、外国行ってね、で、両替商のところに行けばわかると思いますよ。日本円っていうのはどこに行ったって両替可能です。だけど、例えば、タイバーツだとか、ベトナムドンだとか、ね、韓国もそうなんだけども、こんな通貨って、ね、両替してくれないところもね、多々あるんですよ。まあ、それだけね、その通貨を持ってる国っていうのは信用力があるっていうことなんですけども、まあ、通貨の話はこれぐらいにして、
でさ、今までのね、韓国に優しい日本だったら、アメリカの見えないところで隠れて、ね、韓国ウォンから日本円にして、円とイランの国際間通貨で、そのね、75億だかそこら辺を送金するっていう、そういう手段なり知恵を貸した可能性がありますよね。でも今日本っていうのはありがたいことにね、あの新聞メディアでは取り上げられなかったとしても、このネットメディアの中で、いかに韓国と日本っていうのが、いびつな関係で手を握っていたのかっていうのがね、あからさまになったんで、そんな握手はいらないぜっていう形で、そういったね、手助けもする必要がなくなったわけでね、つくづくいい時代になったなと思いますよ。あともう一つ言わせていただくと、このね、韓国のメンタルって言ったじゃないですか。多分ね、これ日本のメンタルだったらね、すぐお金返してたと思うんですよね。日本人って良くも悪くもね、お金に執着しない、そういう国なんですよ。だから、悪い風にこれ転がっちゃうと、国際間訴訟になった時に日本がね、負け続けたり、日本がね、お金を支払わなきゃいけない羽目になっちゃうっていうケースが多いんだけれども、一方で日本っていうのは金払いがいいし、まあ、金払いがいいっていう他にも、性格が温厚だし、秩序、ルールを守る、そういう性格なんで、裁判所なりなんなり判定が出たものに関してはもうそれに従うっていう、そういう状況なんで、だからね、他国の人もね、日本人は割と信用しやすいっていう風に取るんですよね。日本人は嘘つかないっていう言葉ありますけど、あれはねちょっと違うと思うんですよね。日本人はルール秩序に従うって言った方が適切だろうと思います。韓国と日本のこの政府あるいは企業家あるいは、司法を含めたですね、このメンタルの違いっていうのをねちょっとご紹介させていただきました。はい、ということで今日は一つも本題で笑いを取ることができなかったので、ここは一つ謎かけで締めたいと思います。芸人コロッケとかけまして国際間商取引とっときます。その心は物とマネーが重要ですっていうことで、寒い空気がね今漂っておりますけども、いかがでしたでしょうか。今日もね、面白かったよ、ためになったよって方はね、チャンネル登録、いいねボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。